大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家、一木です。本日もよろしくお願いいたします。やっぱりね、11月30日のね、PCE まではね、レンジなのかなということで、つまらんということになってます。ただね、この PCE 後のね、上昇、下落、ここにね、 乗り遅れないようにもね、まあ、しっかりと、ね、確認だけはしに行きましょうということで、アメリカの現物の株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。はい、まず、速度ですね。こちら、一旦マーケットが開いてから上昇したんですけれど、下落ということでね、まあ、このマーケットが始まったときと、まあ、終わったときで見ていただければ分かるんですけれど、まあ、ほとんど値、ね、動きの方はないということになっております。 足の方のね、チャートを見ましても、まあ、上昇したところでレンジに入っていると、まあ、若干ね、下落気味かなというところはあるんですけれど、出来高を確認していただいたら分かるようにね、激減しておりますということなんで、まあ、PCE 以降、この出来高が戻ってくるのかどうかですよね。出来高が戻ってきたときに上昇するのか下落するのか、まあ、それがはっきりするんじゃないのかなということで、まあ、とりあえずは、 え次ののの PC まででで、まあ、お預けなのかなかと終終わ値方がで終わってるんですよねこの22.97の終値、ね、10月31日のえ最安値付近から見ますとプラス60%から70%のところということでここで踏みとどまってますんでね、まあ、まだまだ下落が始まってるというような状態じゃないんで、まあ、こういう時はね買うに買えず売るに売れずという状態になってますから。 ま、じっくりとね、APCE まで眺めていきゃいいんじゃないかなと思います。さあ、こちら、テスラ1.5倍ブルということでね、テスラ1.5倍ブルの方も、マーケットが開いてドスンと売られたんですけれど、その後回復と。ここもね、マーケットが開いたところと閉じたところを見ていただければ、ほとんど変わっていないということなんで、まあ、結局レンジなんですよね。 さあ、そのね、テスラ1.5倍ルの冷やしのチャート、こちらもね、高いところでレンジに入っていると、p c 後、まあ、また大きく窓を開けてね、まあ、一気に上昇していくんじゃないかなと、その一気に上昇したところっていうのが、とりあえずのね、理覚ポイントになってくるんじゃないかということがありますんで、まあ、とりあえずはですね、はい、p c 待ちですね。 ですら1.5倍ブルの終わり値も13.8ということになってますんで、まあここね、今日大きく、もしね、プラス10%上昇したとしても、15.18とね、まあいうことになっております。これはね、直近の最安値のプラス50%まで届かないということになってますんで、まあやはりね、えー、今日、今日はね、検、えー、しておくのが、まあ一番いいのかなと。 保有しておりますテスラ1.5倍分224株は -24.37。24. トーク産講座60株はマイナス16.62。マネックス証券110株はマイナス7.62と。まあこのね、えー、マイナス域のところでうろちょろしてるんですけれども、まあこれぐらいのマイナスですとね、1日2日あれば、まあ、プラテンしていくというね、まあ爆発力を秘めてるのがレバレッジ商品たちということになりますので、まあ PCE が木曜日に発表されると、木金でね、まあ一気にプラテンするテスラ1.5倍ブルたちがね、まあ増えるんじゃないのかなというふうに期待しております。 まあ1回目のリバランスは成功しておりますので2回目のリバランスということで保有しているマネクス証券14.94なんですよねプラス 50%15.6 から6かぶつ確格が始まりましてまずは60%まで23セント刻みでね売却とそしてその売却している中で再度下落して14.94以下になればすかさず買い戻しというね、まあ、この手順でいきたいと思います l o ラブですね こちらも大きく下げて、その後復活。まあ、ただやっぱりちょっとね、戻しが少ないというような、ね、状態ですね。まあただ、足の方のね、チャートで見たら分かるように、一応右肩上がりで踏みとどまっているのかなと。あ下に大きなね、ひげをつけてのフィニッシュということになってますんで、まあある程度ね、下になってくれば解えされてるんじゃないのかなというところなんでね、まあここもね、やっぱり PCE 5、どのようなね、動きになるかでしょうかね。終わり値が3.53ということになってますんで、まあ、万が一ね、サプライズがあって、PC 以降下落して3ドル切るようなところがあれば、そこが買い場と。まあ、このまま上昇していってしまうんだったら、少しね、まあ、生しておいて、おしめを待つというね、展開かなと。まあ、ほとんどね、ラブもすでに持たれてる方が多いと思いますんでね。さあ、私が保有しております、ラブ840株はマイナス38 ママネックスス証券440株はイナ36.99とということになっております、まあ、このあたりでうろちょろしてくれてる間にテスラ1.5倍ブルが勝負ついてね、そのたっぷり儲けた資金で選ぶ買い増しあるのみと。TMF の方はまあ債券というだけあって、株式と若干動きが違うのかなということでね、じわーじわーとなんですけれども、まあ、しっかりとね、 上昇していってるんじゃないかと。なんとかね、え12月ぐらいまでに、6ドル付近ぐらいまではね、え上昇していただければというふうに考えてます。ただ、債券利回りっていうのはね、今からそんなに急激に上昇していくということはないと思うんですね。そうすると、債券利回りが低下すれば、債券価格は上がっていくということになりますんで、まあ、12月の末ぐらいまでね、この債券の価格が、 まあ上昇しないというような出来事って、まあそんなに起こらないと思うんですよね。まあちなみに、月曜日、5年祭のね、入札があって、その後グッとね、まあ上昇しているというのが今のね、券あとは10年祭とかね、20年祭の入札があるたんびに、まあグッグッとね、上昇していくんじゃないかなというふうに考えてます。保有しております TMF。TM 特定口座100株はマイナス29.81。マネックス証券はマイナス26.51。ここからは一般2サーク100株はマイナス34.21。260株はマイナス30.36と。まあ12月ね、分配金入りますので、まあ分配金もらって、のんびりと債券の価格が上昇していくのを待つばかりと。まあなんとか1000株ぐらいはね、保有しておきたいんですけれど、まあ来年以降の話ですね。 さあ DPSD の方はエントリーポイントは45.71となってるんですけれども、まあ、若干落ちてきてるとはいえね、まだまだ高いということになってますまあこのまま PCE の後ねまた大きく口を開けて上昇していってくれるんじゃないかなというふうに思いますけれどまあでき見ていただいたらわかるようにねもうかなり細っているということなんで、まあ、PCE5 え出来高復活してからどうなるかですねさあ Apple 1.5倍ブルまあこちらの方もねかなりの 高い水準でのレンジに入ってるんで、まあこちらもね、p c 5を爆上げしていくんじゃないかなと、まあ同じことの繰り返しですけれど、まあどの株見てもね、やはりできたかの方は細っているということですね。はい、QLD、なかなかね、 え今年につけた、7月の19日につけた70.74をえ超えていかないということなんですけれど、まあ、それでもね、日曜日の最高値が69.6ということになってますんで、まあ、射程圏内ですよね。ここから一気の PCE 後の上昇があれば、今年の最高値を更新と。レバナスも今年の最高値を更新と。まあ、いいことづくめで終わっていくんじゃないのかなと思います。まあ、QLD の方もね、出来高はかなり細っていると。 そして最後にね、債券利回りということで、こちら10年債の方をね、見ております。まあしっかりとね、債券の利回りの方が下がってきてますんで、債券の、ね、価格っていうのは上昇していくと。 TMF の方もね、まあ、しっかりと上昇していきますし、あとは、この債権利回りがしっかりと下がってくるということは、今までね、株がなかなか高値を更新していかない理由の一つ、債、ま、権、あ、利回りの高さっていうのが解消されていきますので、ある程度ね、この足かせがなくなっていけば、まあ、しっかりと上昇していくんじゃないのかなと。 それは債券価格、そして株式価格という、ね、ところですね。で、こちらの方が2年債と10年債の利回りなんですけれど、まだね、しっかりと逆イールドっていうのは発生しているということになりますので、 株価の上昇は一応の目安としてはね、この逆イールド発生中は株価が上がるんじゃないかと言われてます。ま,あ、まだまだ差が開いてますからね、株価、まあ、今年の年末から来年の初頭あたりはね、上昇していってもいいんじゃないかと。まあ、この逆イールドのね、動きっていうのもしっかりと観察していきたい一つの事項ですよね。売却の方はね、変わっておりませんので、11月の実現損益プラス140ドル74ドル。 セント3月から11月の累計4625ドル7セントということになっておりますけれどまあここはね慌てず騒がずじっくりとということで。 まあ今はね、やることはもうテスラ1.5倍ブルのリバランスかけれる圏内にいてますんで、テスラ1.5倍ブルの値動きですよね、こちらの方をしっかりとウォッチしていきながら、売れるところが来れば売る、買い戻せるところが来れば買い戻していくと、あとは QLD が最高値を超えていった時レバナンス利確第2弾ということがねありますので、今、私が集中しているのはこの2点ですよね。 絶対に負けない取引と株価が下がれば含み益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。ただし、その下落と上昇の間に今のようなレンジ期間があるということですね。ここで焦ってはいけません。下手に損切りする必要もないですし、下手にね、利確する必要もないと。株価がね、戻るまで余裕ぶっこいて感染と。 とりあえずは、まあ、売るにしろ、買うにしろね、今週は PCE 以降の話ですよね。PCE 以降でがっつりと上昇していくんだったら、たっぷり利益が乗ったところで利格、利確逆に下がっていくようでしたら、買い戻しと。まあ、このね、二つの要素を頭の中に入れて、まあ、今週の PCE を楽しみに待つというのはね、まあ、我々、現物のね、株式を保有している。 我々の特権じゃないかなと。信用取引 CFD ではね、こううまくはいきませんと。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。